今日はですね、新作詩画集を今作ってるんですけども、岩壁ずりした小口木版画を台紙に貼り込むというその方法をちょっとご覧いただきたいと思います。今からちょっと準備しますんで、ずっと見ててくださいね。これが本文用紙で、型紙を作ります。これ型紙がないと貼り込む位置がはっきりしませんので、これはきちんと作った方がいいですね。で、こういう白い紙で、これが貼り込む小口木版画の作品ですね。で、これはね、ちょっと裏拍して、裏拍の方法は後日、また公開いたしますんで、今日はちょっと貼り込みの作業をご覧に入れます。これ三角定規、これスティックのり、まあ、スティックのりを使うのはね、結構小口木版画をやってる人たちの中で、まあ、あまり、肯定的な意見は今のと現在ないような気がしますけどもね、私はね結構これ、よく使います。なぜかというと、貼り込む台紙の方、ドライの状態できちんと貼り込むことができるからですね。かつて昔、水を示して、水で大和糊で貼り込んでいた時があったんですけども、この時はね、ちょっと水の処理の仕方がおかしかったのかな、やたらカビが出てきちゃうんですね。で、こっちのスティックのり使うようになってから、カビの問題は割合解決はできてます。じゃあちょっとやってみますね。まず上半分を そしたら三角定規で、ちょっと持ち上げます。あ、この作業もね、岩壁に吸ったインクが完全に乾いてからやってください。さあ次、もう一枚試してみましょう。これも裏箔、金箔とアルミ箔を使っています。まあ、このスティックのりを使う方法はもう40年ぐらいやってますけども、まあ、別にカビが出るわけでもなく、シミが出るわけでもなく、あんまり問題はないと思います。ただ100年も200年も経った時どうなるかという、まあ、経年変化、それについては分かりません。
問題は保存の方法だと思いますけどね。結構このロール紙のような白い紙、これを実はたくさん使います。もうこれ40年ぐらいやってるんで、失敗することはほとんどないですね。とまあこんな感じに出来上がってます。さあもう一つのやり方は大和糊を使ったやり方です。これはねちょっとコツがいります。手早くさっと糊を引いて、また同じように持ち上げます。ふわっと置きます。これはねちょっとシワが寄りやすいんで気をつけてねやってください。こんな感じで、その後バレンでやるとちょっと傷がつくんで、ハケで叩くようにで、もう一回バレンで軽く刷毛で叩きます。とまあこんな感じで、大和糊を使った裏打ちの方法があります。まあこれどちらを選ぶかはこれまた作家の自由だと思うんですけども、大和糊を使った裏打ちする場合水に気をつけてください。どういうことかっていうと、水の選び方によって周りにカビが出ることがあります。私はそれでちょっと苦労したことがありますね。まあ紙ですからそこに水分飛び散ったところにカビがつく可能性がありますんで、その点だけ十分注意してやってください。まあ二通りやりましたけども、私はねこの両方をうまく使いこなして二つの張り込みの方法で制作をしております。まあ参考になればと思いまして、ご紹介いたしました。